どうもアップメデルメデです。どうもメッチです。はい、今日はですね、はいはい、まあ、タッグ紹介していきましょう。いきましょう。はい、アスクリと JP で、はい、まあ、バーン状態からの、うん、アップデートによって、はい、あの氷河の、そうですね、バーストダメージが400に上がって強い。ニャニャメタルと一緒に使うと、はい、500ダメージ与えられるんで、強いな。それだけでめちゃくちゃ強いかなと思ったので、うんうんうん、ちょっとそちらを使ったレシピをちょっとやってみようかなと。いきましょうか。こちらです。ドンとバーンゴリラですね。ゴリラいないんですけど。ゴリラいないです。バーンタイガーですね。どちらかというと、うん、バーンパンサーですか。そうですね。はい、まあまあこんな感じです。はい。まあ、レシピとしては、うん、まあ、やっぱりバーン状態にして、はい、相手にダメージをバンバン与えていくといった形ですね。ですね。でですね、ポイントとしては、まあ、メロディー2枚採用して、うん、メロディーですよ、はい、これね、ライオンを出した後に、はい、メロディーを出したら、そう、300バンバンバンと入りますから、大体処理しつつ攻撃に回れるとですね、はい、それがやっぱり強いところなんで、強いでしょこれは、思いますね。はい、まあこちらをやっていけたらと、うん、そうですね。あとはまあ一応こっちアスクリにまた飛び箱の太鼓、はいはいはい、こちら太鼓いますがあるんで、そうですね、太鼓プラス、まあ、ちょっとプロテクター、スクリーナー剤とかプロテクターとかちょっと多めにする、はいはいはい、まあこれでね、守りつつ、うん、本田入ってんだ、本田入れました。なるほどね、はい、まあバーンの力、バーンしか やりたくないなと思ってまあこれでちょっとね、はいはい、やっていきたいと思います。いきましょうか。よろしくお願いします。お願いします。頑張るぞ。はい。このニャニャコロビがロード中にこうやって動くのも可愛いですよね。うん、これ可愛いよね。はい。僕らも今ロード中と。まあでも相手が決まりました。すげえさらっと。さあ行きましょう。はいはいはい。GGG ですね。はい。GGG にはめっぽう強いです。うん。なぜかと言いますと、こちらゴーシュ。最近それ言いたい感じになってる。いや、ゴーシュやっぱ強いんですよ。これね、マジ強いですよ。あのね、無敵艦隊ですよ、本気で。こちらゴーシュいますから。はい、こちらゴーシュ。はい。よいしょい。そしてどうしようかな。He is my comrade! で、プロテクター貼るのもありですね。うん、まあ、ありですし。じゃあ、まあ、リーダーリーダーに決まらないんで、うん、その場合だと、カポエイダス。これね、めちゃくちゃ強いですよ、カポエイラ。最近なんか入ってるんで、はいはいはい、何で入れてるのかと思ったら、はい、ちょっと圧がブワーッて、これ、クジャクみたいな。これ、ハーモニーみたいなもんだから。そうです、実質ハーモニーですよ。カポエイラハーモニーです。はいはいはい。ドーンと。はい、そして、はい、こうやってやると。これ強いんですよね。これ、元祖オープンマイアーツですから。元祖オープンマイアーツ。こいつがね、はい。オープンマイアーツ。確かに、元祖オープンマイアーツ、はい。そして、こちら、バイソンです。バイソン今そんな別にあれですけど、まあ、でもサーキュレーター、あ、これいや、これどうしよっかな、これやばいな。カポエイラは別に消えてよかったんですよ。痛い。あ、でもこれあれですよ、これ残ってたんで、うん、バイソン置いて、バイソンからのバイソン置いて、はいはいはい、あのメロディーちゃんもどっちも拾います。素晴らしい、はい、それでこれいいっすね。これここメロディー活躍です、ね、素晴らしいね。はい、練習頑張るぞ言うんですよ。はいはいはい、かわいい。おお、メロディーいいな。メロディー強いですよ。これ相手リーダーに攻撃をつなげつつ、メロディーの効果で処理することができると。爆音ってね、多分相当下手くそなんですよ。ああ、なるほどね。なぜかというと、はい、この子の後ろにいるおじいさんの、はい、ああ、もう泡吹いてました、動物が確か。なるほどね。はい、おきた、お、あ、来た、ついに来た、太鼓スカイですじゃない。だがしかし、だがしかしですね、こちらバイソン行きそうですね。バイソン確かに、こちらバイソンが呼吸してそうですね、まだバイソンが全然まだタフですから、こいつは。うーん、はぁ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 、笑いすぎてできねえ。あの三段活用なんなんですかね。はあ、はあ、これバイソン全然生きてますからね。呼吸ができない、呼吸ができない。これこれどうしますか。バイソン生きてますね。バイソン行きましたね。これでも行くしかないじゃないですか。太鼓オールデンスカイでいいんじゃないですか。やりますか。はい、太鼓スカイでいいですよ。これはだいぶ痛いですからね。はい、太鼓スカイで
これ最後に入ったらめっちゃでかいんだよね。プチプチプチラート化したいって感じで、しかも中央取れるんで、うん、それが強いんですよ。ですね。やっぱ今の環境になって、はい、さらに思ったのが、うん、中央取る行動がめちゃくちゃ強い。はいはいはい、僕バーン JP 使ってたじゃないですか。うん、バーン JP 使ってる時に相手がバーン JP ミラーの場合、はい、中央取ってしまって、うん、そっちじゃないんだよ。じゃない。中央取ってしまえば、はい、あのもう割かし勝ちです。なるほどね。あの上と、うんネネメタルが繋がんない。はいはいはい。上置いてネネメタルみたいな。その動き弱いな。これはね。ハトハトの使い方だいぶ違う。嬉しい時のやつ。喜んでるハハハで。もう本当に嬉しすぎて。これバイソンの今攻撃力見てくださいこれ。600とかもハハハハハ。もういいよ、言いたいだけじゃん。でも太鼓行きましたね。ですね。もう5秒で勝ちですよ。これ FLY で繋ぎます。はい。FLY で繋いで、はい、あのバーンにして、あれも使えば。ですね。はい、勝ちですね。はい。まあ、これがやっぱりね、うん、強いところですよね。そうですね。はい。太鼓マジ強いよね。太鼓まだナーフ来ないんでほぼ勝ちですよ。バース打ちましょう。はいはいはい、バース打つの勝ちか。まだ一応打っておきましょう。はいはい、違いますけど、ここだバーストやべ、机動いちゃった。やめてください、机動いちゃった。はいはい、まあ、これでも勝ちと、うん、さあここで FLY FLY下手くそですね。そういう HP ですね。はい、これで600あるんで、うん、ね、いや素晴らしい。いや強いですね、うん、やっぱりこの JP のしぶとさと、はい、アスクイの一発力があるんで、うん、ですね、相当、まあ、火力にはつながるのかなと、うん、はい、もう一回行きましょうか。ちょっとだいぶ動いたんですけど、だいぶ動いてみてましょう。こんなもん、はいはいはい、さあ行きましょう。ショー逆っす。さあ行きましょう。はいはいはい、行きましょう。相手もてかいつまで789メッチなんですか。全然これ789じゃないですよ。やべ、そうだ、はい、名前早く戻してください。ごめんなさい。さあ行きましょう。はいはいはい、相手ちょっとずれてるのクソ面白い。来た、はい、勝った。いや、勝ちましたよこれ。勝ちましたよこれは。これはいいですね。あ、しかも100で、はい、100で詰めてきました。はい、もうこれはもうあれですよ、はい、もう、あ、いや、処理、逆っす、逆っす、こっちで、はい、それそこだと、はい、ゴーシュの圧なんですよ。なるほどね、はい、ゴーシュは防ぐと、はい、こちら太鼓います、はい、で、これに、はい、蓋をすると、うん、ゴーシュでも処理ができないんですよ。逆側だとゴーシュの圧内で処理されちゃうんですけど、はいはい、これだってもう500の600で100しか受けないダメージを、はい、もうね、これやばいでしょ、はい、これやばいですよ、この動きはね、太鼓ガード玄関今日の多分最強ムーブといっても過言ではない。この首はこう生き生きしてますから、ね、ドーンと首箱までビクビク動いてますから。これね、ちなみにちょっと豆知識なんですけど、僕、はい、あの会社の人間に聞いたら、あのタイって口の中になんか寄生虫がいるらしいんですよ。あ、そうですよ。知ってた、知ってる。それを表してんだってこれ。え、そのこの今口の中になんかいるじゃないですか。どうだ、タイコ、これ口の中になんか変な黒い変な生物いて、それ攻撃するときそれビャンって出すんですよ。マジっすか。そうなんです。それがこの寄生虫を表してるらしいです。ほら、ちなみにこれ今タイコしょれると思ってますよ多分。しょれないですからね。全然しょれないですからね、はい、強いんですよこれ。しょれるんだよな。おい、俺これしょれるんだよな。全然しょれたよ。オフィサーこっちでしたか。そうなんです。全然しょれましたね。確かに。やられました。やられた。太鼓、600の太鼓がどうすっか。いやもう色彩、いや、あれでいいんじゃないですか。リーダー前行きます。はい、これに。そう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 それ、これここで、うん、そういうとこ行きましょう。行っちゃいましょう。はい、一日一日が修行の日々です。このあれだよね、あの登場時とかさ、はい、ダメージ与えた時とか結構演出がアップデートでまた変わりましたよね。そうなんですよ。結構かっこよくないですかこれ。かっこいいですね。パトロールはないですよね。ほんとないですか。ほんとなくないですかこれ。ほんとない。色
彩でこれ繋ぐ方がいいんじゃないですか。はい、ホンダワンチャンと思ってたんですけどね。ホンダはライオンど真ん中とかで繋いだら強いですけど、よいしょ。これでもね、このゴーシュが生きてるのがちょっと結構きついんですよ。ああ、まあ確かにな。はい、でもライオン来たね。ライオンやっぱ強いっすね。ライオンいいっすよ。はい、保険適用外。これでもあれっすよ、多分、うん、バースト打って、はい、ライオン、ライオン言うてこれ強いな。でもあれっすよ、ボーズ繋がるの、まあまあ、カルメンだけですよ。です、ね、はい、カルメンだけなんで、まあ、ゴーシュは、ゴーシュの投票600っすよ、200か。はい、一撃で。全面勝利、全面勝利。ただ、相手リーダーの、相手リーダーの横が、どっちかは絶対開くんで、はい、上か、上が絶対開くんで、ね、そこ置かれても、なるほど、なるほど。はい。これ勝ちっすね。これ、行きましたか？いない。お、すげえ、何？つながんないですよ、チーフオフィサーが。ライオンを、行ってないのか。行ってないですね。だから繋げられないですもんね。でもライオンでいいんじゃないですか。ライオンこっち。いや逆じゃん。これ。いや逆か。こっちで。っちっすね、はい。一応。そうですね。しかもバースト。バーストなかったもん。そうなんですよね。あ、バースト込みだったらってこと。バースト打てなかったです。そうすれば。上。はいはいはい。え、これちょっと厳しくないですか。でもこれカルメに繋がってるのが。300しかないんで、はい、で結局そうなんです、こっちに攻撃くんのが今のところカルメンだけなんで、ライオン下にメロディーとか置いちゃうと、あ、そっちでもいいですけどね。どっちもいいか、どうしましょう。一回この300、はい、300、300見てますか。そうですね、はい、これウィアタックっていうから絶対無処理できない。まあでも、はい、いやちょっとね、カルメンが2体残ってるのが気になる。あー、なるほどね、はい、それプラス先生が唯一怖いっすか。そうですね、トムヤムでメロディーが取られて200さらにいけるんで、うん、300、300、600入ると、まあでもなくないか。どうだ、先生来たら負けかな。先生以外だったら大丈夫そうですけど、うん、これは大丈夫ですね、はい、セクター先生、はいはいはい、大丈夫ですね。じゃあランアンドガン見せましょうか。ランアンドガン行きましょう、はい、いや強いな。ランアンドガンはこれ何ででも勝つ。盤面すごいね、これ。盤面やばいです。もう見た感じと、このチーフオフィサーリンチになってますからね、完全に。もう動物から対人、そしてね、美女までもう、はい、もうほぼほぼ別、全員別キャラですからね。確かに、これやばいね。カツアゲもいいとこ、カツアゲもいいとこですよ。最大火力来る。はいはいはい。最大火力来た。いいよー、試練勝。いいですね。素晴らしい。うん。もう一回いきます。じゃあ参戦してみますか。して、はい、強さを証明しましょう、うん、はいはいはい、来ましたよ、来た、遠い相手に、はい、あの今までだったら、うん、相手リーダー前にネネ、はいはい、メジャルを置いてたんですけど、うん、最近はこっちの方が、はい、遠い相手に強いなっていうのは気づきました。なぜかというと、はい、デュラハンが最近多く採用されているので、はい、リーダー前だとデュラハンで、かなり簡単に処理されてしまうのと、はい、サキュバスがもうほとんど採用されてないので、うん、ここはマジで処理にくいです。なるほど、はい、どのメンバーがフィールドに出てくるか、もう見ててください、はい、ほら迷ってますよ。リーダー前じゃないのみたいな、お前それはやりすぎやろ。いや、まあ、600受けるぞ。そう、これバーン状態なんでプラスはプラスです。痛いな。これどうしますか。いやー、これ中央取っていいけど、取れたら楽です。ああ、なるほどなるほど、これはありがたい、めっちゃありがたい。ありがたいから言うもののですね。まあそうなんですよね、メロディーでもそれないんで、取れないとか繋げないと。とりあえずバイソン行きましょう。バイソン真ん中行っちゃいますか。はい。はあ、
パッパッパッ火力によってですね。下手くそだなぁ、ね、バイソン。バイソン下手くそだなぁ。400出てるから。おい。ごめんなさい。下手くそだよ。どうしますか。これですよ。はいはいはい。さすがに、うん。いや、それで600出たんだったら、はい、僕もプロテクター貼って、メロディー繋げて、はい、きっちり攻めようかなと思ってたんですけど。うんうんうん、300って。300って300とだいぶ違いますから2倍だから、はい、2倍ありますから本当にまあそれですよね結構違いますよねそうなんですよこうやってバーストはいはいはいまあこちらまだプロテクターいますからね言うてですよ1号か結構やばいです、ね、結構ありそうではありますから、はい、いやでもさすがにないとは思う1号って出せないんでですね、はい、モンスター14までです木馬モンスターで木馬がクリティカルですねまああとは、盤面に1体残ってる場合でよかったらですけどうわこれ超美味しいやつだなるほどこれはプロテクターあるこちらの方がこれワンチャンス処理しないで相手リーダーに400ダメージ与えてしまうというのもありっちゃうありですねさあこの泥人形花人形かこれ FLY 次第ですうんですねおっきいやつキラー、はい、なるほどやっぱり結局ソルですねそれだとちょっと厳しいんでそれであればかぐわしは今リーダーでよかったそうですね1000これはプロテクター貼っといた方が良さげですかそうですねプロテクターにしましょうかはい FLY いや違いますねメロディーとジョーですねメロディージョーにしますか多分そうしないと処理できないですジョーで真ん中乗りにしましょう取りますかこっち置きますいやこれもああ、上の方がいいかな。上、うん、人面犬ケアしましょう。はいはいはい。まあ、1600あれば、うん、多分大丈夫なんじゃないかなと思うんですけど。大丈夫な気はします。はい。まあ、バスト打って。はい。ただ、しかし、1600だと、次のターン、うん、こちらが、回れるかどうか、相手、削れるかどうかっていうことも結構ポイントになってくるんで。ご覧に入れよう。ジーメンまだ見えてないのが、はいはいはいまあ、人面犬あと木馬あとあれかまたモンスターが来る可能性があるってことですね、まあ、モンスター来たらモンスター来たら勝ちなんでいいんですけど、うんうんうん、モンスターよりも怖いのは何だろうあっこれは全然ですね、はい、リーダー入んないんではいはいオッケーオッケーオッケーそこにオッケーそこにオッケーオッケーこれありがたいですこれは問題ないはいこう守りに回した時点で、うん、もうほぼほぼ勝ちですからそうだから僕次どうしようみたいなことありますよ、ね、いや言うてこの色彩が弱いんですよこれがね生きてるのはねちょっと Here's my Gapper がね今ちょっときついですだポービーがねいたらまだいいあーですねあやめていやいい色彩か色彩行ってくれこれ色彩行くのか色彩行け色彩行けいやメロディーにかけてるでしょこの人いや色彩だよやられるおいしょおいしょでもこれメロディーは生きるんではいはいはいだから僕どうしますリンクスリンクス右ですリンクス右で、はい、であれスカイで行きますかスカイですねめちゃ強じゃないですかめちゃ強っすねだってこれ勝ちじゃないですかこれありそうっすねはい700だとラブ&ドガーンよいしょーもうちょいえリンクス馬を勝ったかな700プラス200300 200300 300 1 2 3 100 4 500 600 100ダメですでもだったらこっちですうんジンガこれ強いっすよねこれいいっすねこれ強いっすよねただこれガンスオープンマイアーツ、はい、オープンマイアーツこれいいっすねずっとやっぱね僕らはね
これを愛していきましょう。そう、そうだね。オープンマイハーモニーいなくてもそうこっちにはハーモニーがいるんだよ。そうハーモニーは別にみんな持ってるよってことですから、はい、マスターカポエイラジングがね僕らにはいるんで、はい、あやべ、いやそうこれだけは懸念点、これで500でこれだけはマジで懸念点だったんですよ。まさか2連続で来るとは。それで木馬、ね、木馬来ちゃう。木馬真ん中と流れたら負けか。負けっす。他ないもんね。はい。いやないでしょう。だあー負け。あ負けてない。いや負けだ。あそうだ。ドローだ。ドローか。あ違う。これ多分これどうなの？相手が多分先食らうんだよね。俺が思うに。効果見ると。ちょっと見てみましょうか。さあどっち？一緒に食らうか。一緒に一緒に食らうんかい。一緒に食らうんかい。いや効果見るとね相手先な気したんだけどね同時見事にバンって同時でしたね。一緒に食らうんかい。ドローか。はい、というわけで、まあまあ、2勝1分けですね。はいはいはい、はい、というわけでありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、というわけ今日わけトイオブザデッドです。トイオブザデッドです。トイオブザデッド、はい、トイオブザデッドというわけで、はい、まあ、今日は、アスクリと JP の、ね、デッキタッグを紹介させていただきました。はい、メロディーがやっぱりいい働きを結構してくれて、メロディーいいですね。はい、うん、あの相手の処理などもね、はい、してくれたかなと。まあ、ただアジャストレンチなどが出てくると、はい、置かれてしまうとすごい処理ないので、うん、そうなんだね。まあ、それ対策というか、そうですね、うん、まあ、ゴーシュなどが入っていると、はい、さらに強く使えるかもしれませんね。ですね。はい、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。また次回も見てくれたら嬉しいです。お願いします。またね。バイバイ。はい、というわけで、はいはい、いつもの、うん、おまけのコーナーとおまけのモノマネ講座のコーナーですけれども、はいはいはい、講座っていうことなんかみんなに学べてるのかなって感じですか。じゃあ学んでいただきましょうか。学んでいただきますか。はい、今日は何をいきます。病院いきます。ちょちょちょ、 めっちゃいい声してるねこれ。うん、これこいつの声めちゃくちゃいいんですよ。呼ばれて飛び出て、これなんか動きがなんかこの横にこう動く感じが、はいはい、面白いですよね。バネですからね。はい、あとゴリラもそう。これとかあとこれとかなんかちょこちょこ動くのが可愛いと思います。はいはいはい、バーイじゃなくて呼ばれて飛び出てつってやってると、はい、結構いいかもしれないです。そうですね、クラスで人気者になれる。そう、クラスで、うん、あのトイレから帰ってきた時に、まあ、ガラッと開けて呼ばれて飛び出てトイレから帰ってきたらジャジャジャーって言ってじゃあこの問題何々くんって言ったら呼ばれて飛び出ていじめられちゃう。いじめられちゃうんでやめましょう。